平野の仕様、レジハリ CM で見せた才能が CM 業界に革命をもたらす。たった一回の放送が M ステに与えた衝撃も話題に。こんにちは、コミュニティの皆さん。最近、テレビ画面で見かけた平野仕様さんのレジハリ CM、すごく印象的でしたよね。それを単なる CM として見るだけでなく、作品として捉えると、新しい視点から CM 業界に変革をもたらす可能性があるんです。この CM は、 ただの広告ではなく、平野さんの個性やメッセージがしっかりと込められていました。彼がデジタルハリウッド大学のテレビ CM に出演し、自身の経験や夢に向かって進む姿勢を語った瞬間、視聴者は共感と感動に包まれました。夢を追いかける苦労や諦めずに進む力、それが CM を通して伝わってきました。特に、M ステの2時間スペシャル内で流れた60秒特別バージョンは一大イベントとなり、話題をさらいました。 CM 放送後、ネット上では平野さんの発言や CM に対する反響が瞬く間に広がり、SNS を中心にトレンド入りするなど、社会的な影響が大きいことが伺えます。何よりも興味深かったのは、この CM が多様性と挑戦をテーマに掲げるデジタルハリウッド大学の方針と一致していたこと。毎年、異なるアーティストを起用して新しい挑戦を提案していますが、 今年の平野さんの CM はその中でも群を抜いて成功しているようです。CM が放送される前にはすでに話題を呼んでいた平野さん。彼が所属するナンバーの楽曲、ことの成功や他のメディアでの活躍も影響していることは否定できません。また、ファッションブランドのアンバサダーになったことが示すように、アーティストの影響力は広告や CM だけでなく、商品の売り上げにも大きな影響を与える傾向があります。興味深いのは、 通常の CM とは異なり、デジタルハリウッド大学が放送時間を事前に告知し、ファンを巻き込んで一夜限りのスペシャル CM を楽しませる手法。これは単なる宣伝ではなく、ファンにとっての60秒の作品としての位置づけがされています。アーティストの SNS 活用やファンの拡散力を利用することで、通常の CM よりも大きな反響を生んでいるのです。この成功事例を受けて、 他の企業やアーティストも同様の手法を取り入れる可能性があります。SNS を通じてファンとのつながりを深め、個性豊かなアーティストが CM に起用されることで、視聴者にとっても楽しい時間となることが期待されます。平野さんは今後、主演ドラマやバラエティ番組への出演、さらなる広告企業の噂も浮上しています。 彼の活躍を見るたびに、日本のエンターテインメント業界がより多様で魅力的になる未来が待っていることを感じずにはいられませんね。デジタルハリウッド大学の CM が示すように、一つの広告が社会的な波紋を広げ、新しい価値観を提供する可能性は無限大。これからもアーティストや企業が共に挑戦し、新しい表現方法を模索する姿勢が、私たちに新たな感動と驚きをもたらしてくれることでしょう。